どうもこんにちは、本田です。それでは今日は二次不等式について学んでいきます。例えばこの問題、 x2-2x-3 が0よりも小さい。これはどうやって考えればいいのかな。これはこうやって考える。両辺を y イコールの形にしてグラフの位置関係で考える。どういうことかというと、y イコール x2-2x-3 っていうのは、下に凸の放物線のグラフになるよね。じゃあ、y イコール0は？ y イコール0っていうのは、x 軸を意味してるよね。これを図にすると、こうなる。この交点の座標は、二次関数と x 軸の式を連立する。つまり、x2-2x-3 イコール0のこの方程式を解けば求めることができるよね。で、この不等式は x 軸の方が放物線よりも上にあるのはどこですかっていうふうに聞いてる。じゃあこの図で x 軸の方が放物線よりも上にあるところはどこかな。それはここだよね。x 軸の方が放物線よりも上にあるのは、x が-1 よりも大きく、3よりも小さい、この部分。つまり、x は -1 より大きく、3より小さい。これが答えになる。ただ、二次不等式を解く上で、毎回こうやって図を書くのめんどくさいよね。結局この問題って、この不等式の右辺が0の状態で、不等号の向きがこちら側を向いていたら、この不等号を等号に変えた方程式の解を挟み込んだ形になるんだ。だから今の感覚で覚えちゃおう。そしたら次はこの問題やっていくんだけど、こいつは不等号の向きがこちら側を向いているから、この不等号を等号に変えた方程式の解で挟み込めばいいって思うかもしれないけど、今 x2 次の係数がマイナスだよね。実は x2 次の係数がマイナスの場合は、両辺にマイナス1をかけて x2 次の係数を無理やりにでもプラスにしてあげる必要があるんだ。両辺にマイナス1をかけると不等号の向きがひっくり返るよね。そしたらさっきと同様、両辺を y イコールの形にした図を書くとこうなる。今回は二次関数の方が x 軸よりも上にあるところって言ってるから、 x は-1 以下または2以上、こういう風になる。で、やっぱり二次不等式を解く上で毎回こうやって図を書くのめんどくさいから、 x2 次の係数がプラスで右辺が0の状態で不等号の向きがこっち側を向いていたら、この不等号を等号に変えた方程式の解の分散型になる。こういう風に覚えちゃおう。今のテクニックを使うためには x2 次の係数がプラスじゃなくちゃいけないから、だから x2 次の係数がもしマイナスだったら、真っ先にここをプラスに変更してあげよう。今回の動画の内容をまとめると、まず x2 次の係数がマイナスだったら、ここは無理やりプラスに変えてあげること。 x2 次の係数がプラスで右辺が0の状態で不等号の向きがこっち側を向いていたら、この不等号を等号に変えた方程式の解の分散型になる。もし不等号の向きが逆側だったら、この不等号を等号に変えた方程式の解を挟み込んだ形になる。これを覚えよう。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。